ニューカッスル戦途中出場も三笘の評価がぶっ壊れる。しかし三笘が入るだけで、一気にファイナルサードでのチャンスが増えるのはとんでもないな。三笘代表戦明けで疲労ある中であれだけのプレイはさすがです。三笘が入るや否や直後のパスワークに絡んで誘導性が生まれたのはさすが。決定機もありカウンターで相手の脅威となっていた。サイドだけでなくペナルティアークまで絞って守備に入ったりしながら逃げ切りに貢献。ウェルベックだけが心配。どうか軽傷であってほしい。ウェルベックの怪我のシーン見ても接触ないんだよな、こういうのが一番心配。ウェルベックは少なくとも数週間は離脱するだろうけど、その間誰が CF をするのか。ブライトンせっかく好調維持してるのに、ここでウェルベック負傷離脱は厳しすぎるって。三笘のゴールへの意識が強くなってるのマジで嫌とは決定力だけ。